なあ、もう押しない。メール見た。一体どういうことなんだ。いや、だから俺に言われても。そのハガキどこ。兄、両親の四十九日に帰る。兄弟みんなで待て。何この電報みたいなハガキ。お兄ちゃん。いやー、商店街の床屋まだ営業してんだね。店の親父さんまだいたよ。俺が高校生だった時も彼のじいさんで顔を反る手が震えてて怖かったんだよね。あれから何年経ってんだって話したよ。全くホラーだよな。すまなかった。すまなかったって何。20年音信不通はないでしょ。そりゃ連絡しようと思ったさ。ピカ様だ。やっぱピカ様だ。最初に言っとくけどな、金ならないぞ。あんたに渡す金なんて金輪際1円5金でもないから。俺とマリア